天地に通ずる生命の子玉、絶えぬ物語の伝承よ、古の名、この声に運命のものを答えさせよ。また喧嘩か。カチーナちゃん大丈夫？見間違いじゃないよね。これってまたアビスが見せてる幻？落ち着いてカチーナちゃん、本物だよ。君を連れ戻そうとしてるの。モハラミちゃん、旅人さん、パイモンちゃん、それにみんな、あのね、ヤガミの国をずっと調べててわかったの。何もかも大霊がアビスの影響を受けたのが原因だって。大霊なら私を元の場所に戻してくれると思ったけど、とてつもなく強いアビスの魔物にあって、もう少しで殺されそうになって、大霊が残されたわずかな力で私を守ってくれたの。私も魔物を避けながら大霊を救う方法を探そうとしたけど、でもここ本当にめちゃくちゃで、しょっちゅう怖い声を聞いたり恐ろしいものを見たりして。カチーナ、その声を信じてはいけない。アビスが意識を蝕もうとしている証拠だ。自分を守ることだけに専念しろ。私たちもすぐに向かう。そこでじっとしていてくれ。大丈夫だよ。みんなと話せてだいぶ落ち着いたから心配しないで。私弱いし存在感薄いし、忘れられて見捨てられても仕方ないのに助けようとしてくれてありがとう。でも帰る方法は自分で探すよ。私を助けるために危険なことはしなくていいから。カチーナちゃんはいつもそう、強がらなくていいんだよ。私たちは絶対に助けに行くから。アビスに何を吹き込まれたか知らないけど、これだけははっきり言える。カチーナちゃんを荷物だと思ってる人は誰一人いない。余順者の戦争を勝ち抜いた君は間違いなくナタの英雄なの。英雄として喝采を浴びるためにも私たちが迎えに行くのをおとなしく待ってて。信じてくれればいい。我々は一人で戦ったりしない。私たちは決して君を見捨てたりしない。そうそう、ここまで来て諦めるわけにはいかないぞ。ありがとう、気をつけて。通信はここまでか。さて、次がこたびの救助において最も危険な段階だ。肉体のままヤガミの国に入ってもらう。ヤガミの国に通ずる入り口はアビスが侵入してきた際に残したものだ。たとえ接触時間がわずかでも汚染されかねない。はい、心の準備はもうできています。ああ、成功を祈っている。それとクイクに連絡し、ここで待機してもらおう。アビスの侵食を処置することに関して彼女は経験豊富だからな。その顔を見るに、また喧嘩をしたのか。心が痛いです。またあいつに迷惑をかけることになるなんて。エンジ様、
私も同行させてください。人が大いに越したことはないはずです。みんな私とカチーナちゃんのために力を貸してくれて本当にありがとう。時間がもったいないし、早速出発しよう。私は今力を失っている。直接的な支援はできないが、ここで八神の国の変化を観測することは可能だ。イアンサ、万が一自分の力ではどうにもならない状況に遭遇したときは。そんなことにはなりません。ああ、それを願おう。地下ってこんな感じなのか。オイラが想像してたのとだいぶ違うな。遥か昔、ナタは竜に支配され高度な文明を生み出していたからだろう。人間が自分たちの秩序を築き上げたのは竜族が滅亡した後になる。つまりここは竜の遺跡ってことか。それってつまり元祖の竜王みたいな存在ってことだよな。そいつらが高度な文明を持ってたのか。うん、でもあまりに昔のことだから参考になる記録が少ないんだ。ここの装置の使い方も知ってる人はほとんどいない。元は誰も足を踏み入れない遺跡だったけど、最近はアビスの騒動の影響か中の施設で不穏な動きも見られる。ということは歩きにくい道ってことだね。歩きにくいどころか、これから遭遇する無数の困難の始まりだろう。なんでみんなして急に笑ってんだよ。不気味だな。ここにいる奴らは全員冒険の幕開けに興奮するタイプだからな。その通りだ。ずっとうずうずしていた。じゃあ行こっか。この先に何が待ち受けていようとも突き進むのみだよ。うん、道が途切れてるぞ。どうすればいいんだ。プロのトレーナーとしてアドバイスしてやるぞ、パイモン。ズバリ、トレーニング不足だ。トレーナー？お前って、豊穣の国の天使だよな。それも間違いじゃないが、本業はスポーツトレーナーなんだ。私は、ナタで流行ってる大抵のスポーツの指導ができる。それもかなり専門的にな。トレーニング項目のアドバイス。あれ？あいつら、どっかで見たことあるような。これまで何度も戦ってきた相手だ。手加減はしなくていい。見切りました。してみるとオイラたちが目指してる場所ってかなり高いな。逃げ道はありません。ソーランの憩い。手をつなぎましょう。Thank you.
見切りました。ご助力を。全部丸見えね。手強いですね。これがエンジン様の言ってたアビスが侵入した時に残した入り口かな。ああそうだろう。知らないのにどこか馴染みのある気配を感じる。この奥からな。まさかこの中に入らないといけないのか。いいか、絶対押すなよ。おいら自分のタイミングで行くから